前回のあらすじ。おしゃことで冬がほぼマックスじゃ。出てちゅん出てちゅん、飲んだらー。いやこれまさかの知らぬ間に出したてこい。自分のおとり出したのにずっと間違えたとか、そんなわけねえし、わからねえし、ボケだし。いや嘘だせー。ここだー。あ、当たった。虫ちゃんの音ないとちょっと成長したわよー。ふふ、お互いがお互いに集中しているうちに、崖上から狙いを定めるぜ。いや、抜けたか。オッケーオッケー、ちょっと最初下手すぎたがしっかり仕留めたぜ。これで2キル。ただ戦っていたもう一人、おそらくこちらの存在に気づいたはずだから注意ね。任せな、今回の虫は乗っている。3キルいくぞ。さあ、さっき倒した相手の持ち物を物色し、勝てるかな。絶対に負けられない戦いがここにある。テストームからの後ろから狙撃。落ち着け虫、まずはシェルター、守りの建築を素早く冷静に。いや建築下手すぎたってことで、やっていくぜ。第5回目虫チャンネルフォートナイト、いきなり打ち合いじゃー。はい、昨日ついにシーズン4開幕し、盛り上がっているフォートナイトですが、まずはシーズン3ラストマッチで、池デコイちゃん、敵の木を引いてくれ。限界的だと思って銃乱射したデコイちゃんです。押し押し押し、めっちゃ当たってるぞ。ふふ、襲ってきたのお帰り討ちね、虫ちゃんやるじゃない。ち、逃げられたようだな。でもおそらく相手はピンチだから逃げた。これは追うしかないぜ。お、下にいました、さっきの敵さん。当たった当たった、虫ちゃん、エイムもだんだん成長中よ。手に出すカウントやー。やっと操作にも慣れてきたからな。積極的に有利な時は攻めるぜ。いけいけ仕留めちゃえ。さあ、追いつけるかな。待て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 。ボートでの攻撃は初めて。なかなかエイムが定まらないわね。まあこれは威嚇、勝負は相手がたまらずボートから降りた時、一気に打ち倒すぜ。全然距離が縮まっていないが、すいません逃げられました。やっぱりしょうがないので、別の敵さん探し。高い位置から捜索中でございます。ていたてー。さあ憧れのネフライトさんの島で練習しまくったエイムの成果を見せる時じゃ。めっちゃヒットー。わーい、倒したぜ。動き的にボットだったっぽいが、まあ素早く倒せたからオッケー。そしてまだ近くに敵がいるはず。どこだどこだ、出てこーい。発見、建築中の敵さん。あれはおそらく普通にプレイヤー。おっしゃ、狩猟の成果じゃ。押し押し、壁破壊。でここで弾切れからの、もう一人車で乱入。ちょっぴり戦場がカオスになってきたぜ。今度はピストルに持ち替えて。あ、ラッキー、当たって倒せた。ナイスエイムよ、主ちゃん。いやー、やっぱフォートナイトで一番楽しい瞬間、敵倒した時ですな。すっかりハマってしまった。この勢いで3人目、倒せるかな。アンチの外に出ちゃいそうだったので、ドライブ開始。敵さんがいたら躊躇なく引く。それね、この前思いっきり引かれて倒されて、初めて乗り物で攻撃できることを知った虫です。おお、大ジャンプ。敵さんいないかなー。めっちゃ見通しが良くなったけど、敵さんの気配はなしか。残り31人、まだまだ残ってるんだけどな。データで見つけたぞー。突撃開始ー。めっちゃ吹っ飛んだー。さあさあさあ、とどめを刺しに行くぜ。ここで車を乗り捨てて。やったぜ倒した。これで3キル順調順調。さあ、今回の目標は5キル、まだまだ行くぞ、と意気込んでいたのですが、その後敵さんに全然遭遇しないまま、残り8名に。そういえば建築も結構練習しているのに、実戦で全く使えていないなと思い、ここで謎の建築練習開始。修正もゼロで平和平和。浜辺だし、スイカ割りでもしたくなってきちゃいましたな。手に弾しまくってたら狙われたなでバレたー。いやね、そんだけ建築してれば、ここにおりますでアピールと一緒だろ。結局九州にテンパりすぎた結果、主選手、あっさり倒されてしまった。うん、もっと練習頑張ります。ってことで来たぜシーズン4、これで正真正銘、フォートナイト開幕なのよ。うせよ。さあ、ムービー見ていくでワクワク。この力持ちのお姉さんに鼻毛が生えるとこんな感じです。やめろ世界一いらん編集やめんか。おお、なんかかっけー。なんじゃこの光は一体。なんかさっきから色々光りまくっております。ってことで主も。手ハゲで輝くのは嫌じゃ。一人で何やってんだよってか、なんか変なの通ったろさっき。はい、完熟バナナちゃんになるとこんな感じになるでございます。だからいらないんじゃクソ編集。
何このお姉さん年齢の割に白髪だらけもっと空飛んだとか驚く場所あんだろなんじゃこいつはたまなんだってことで主がフォートナイト始めたのは最近このシーズン4こそが主戦場頑張るぜ早速バトルパス高い宝石購入わーい、なんかアイテムいっぱい手に入ったぜ嬉しいな。でもバナナちゃん自体はパンダちゃん手に入るまで買えるつもりはないので、ちょっとかっこよくなったバナナでシーズン4始動。で早速敵さんに遭遇、これまでの経験で上にいる方がかなり有利と実感。クラッシュパッド、やっと使い方覚えた虫ちゃんです。以前はうまく使用できずに、落下ダメージ受けまくってました。ふふ、下から頑張って反撃しているようだが、こちらの方が有利だぜ、負けんと。でやべえなんかエイムが絶望的なんだが、いかんいかん、ちょっと一気に倒せると思ってその場に立ち尽くしちゃっていたが、下がらねば。今度こそ撃破おっしゃこれで2キル、今回も目標は5キル。ヘリもちゃんと操縦できるようになった。おしおし、この物資が欲しかったのよね。てお、なんじゃこの武器、に枠使うのなんて驚いて油断してたら。あっさり倒される主さんです。うん、完全になんじゃこの武器はってなって敵さんに対する警戒ゼロになってました。ってことで気を取り直してもう一戦、とにかく実戦やりまくって経験を積むぜ。新しいバナナちゃんの衣装、いい感じでしょさあ、最初に遭遇したのは車に乗った敵さんだったので、まあ倒せないだろうがちょっとだけちょっかい。霊夢の練習だな。お、焦って飛び降りたかスナイパーあればな、ワンチャン狙ったんだが。来てしまった油断してたらストーム急接近下にあるでっかい車に乗ってアンチにレッツゴーおっと、ここで巻き込まれちゃったがふぅ、助かった、助かったそれじゃあ行くでバトルじゃまずは他の敵さんと戦闘中の敵さんを背後から確実に押し押し、狙い通りそしてここは一旦逃げるぜふふ、今度はこのブッシュ、茂みの中で待ち伏せ大作戦、主の予想だとおそらく、アンチを求め誰かしらここを通るはず、そこをすかさずどっかアンチェ。って思って待ってたら本当に狙い通り来たんですけどね、うん、普通に攻撃するタイミング逃したよね、うん、シンプルにだぜ。結局このままバトルもなく、残り9人まで減ったぜ。おっしゃ、誰か狙えそうとこのアンチギリギリの屋根の上で待ち構えるぜ。おお、本当にギリギリ良い場所見つけたわね。手を、狙い通り敵さん出現。くらえお、敵さんこっちの場所分かってないっぽい。イエーイ、倒したぜ。そして主、ここでまた作戦を思いついた。今倒した敵さんが落としたアイテム、あれきっと誰か取りに来るんじゃないかってことですぐ近くのブッシュでまた隠れていて、取りに来たとこを奇襲大作戦じゃ。さっきは狙い通り敵さん来たけど、攻撃できなかったからね、今度こそ任せたわよ。てやったったぜくらえお、先制攻撃には成功した模様。おっしゃ、壁の後ろに隠れるなら真上から狙撃、イメージは自由自在に動く敵を翻弄するネフライトさんだ。で今の動きの中で敵に命中させるエイムも腕前もまだまだなかったイメージでは真上から接近しヘッドショットで倒す予定だったらしいけど、あっさり計画が崩れ主ちゃん、早くもテンパり始めた。あ、これはもう終わったあらら残念、でも最初に比べればまあいろいろとマシになってきたかなってことで以上、第5回主チャンネルフォートナイトでした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。